1>, 1月14日に行われます都道府県対抗女子駅伝今回は優勝候補大本命となる東京都代表の戦力分析並びに注目選手を紹介していきますまずは赤水化学の新谷仁美選手アンカーを予想いたしますアンカーの1 0キロ区間非常にウエイトが大きくここで順位が大きく入れ替わる区間でもあるんですけれども、まあ、東京都代表はスピードランナーこれから紹介しますが 中学生高校生、大学生ともにトップランナーが控える東京都代表アンカー予想には新谷仁美選手も控えているということで、まあ、アンカーまでに1分以内でつなげば間違いなく優勝できると思いますし何な,なら先頭もあり得るのかなと思うようなメンバーが揃いました、まあ、新谷選手がアンカーに控えるということで心強さもあると思いますし安心して他の選手も走れるのではないかなと思いますそんな新谷仁美選手はマラソンで日本記録に向けて 現在トレーニングに積んでおります1万メートルハーフマラソン日本記録保持者でもある新谷ひとみ選手が2024年今年初レースでいいきっかけをつかむレースになるか注目しております続いて日本体育大学4年生の穂坂春子選手まあ、2区もしくは中間層中間区間の4区5区6区あたりが濃厚なのかなと思いますけれどもまあ、この春日体大卒業となるんですが大学4年間でトラックでは 個人で日本一のタイトルを取ってるんですけども、駅伝は名城大学はこの4年間はずっと全日本富士山ともに優勝してる、まあその悔しさも当然あると思ってます。まあ、ただ今回は絶対的優勝候補の東京都代表ということで、走ることとなれば優勝メンバーの一位になる可能性は非常に高いと思いますので、まあ保坂選手ぜひ駅伝で日本一になっていただきたいなと期待しております。 続きまして名城大学4年生の増渕選手今回東京都のキャプテンに選ばれておりますまあキャプテン先輩年上の新谷選手だったり木村選手ではなくて増渕選手がキャプテンを担うということで、まあ、キャプテンが担う、えー、似合うそんな選手なのかなと思います増渕選手の強みとしてはどこでも走れると個人的に思ってまして、まあ、ただあの前半区間タイプではないので今回も中間区間なのかなとは思ってます 昨年は5区を走走りりりままましして間とととっかめるができたと思います今シーズン前半は、まあ、故障などもありましてちょっと記録が出なかったりレースも途中棄権があったり、えー、試合に出ることができなかったそんなレースもありましたが今は絶好調ということで富士山女子駅伝も6区で区間新記録をマーク4年間全日本富士山ともに負けなしで卒業となりました。 おそらく大学生活最後の駅伝となりますので、まあ、優勝を飾れるかどうかというところで増渕選手の走りに注目しております、まあ、キャプテンということで、まあ、いい役割ももらったと思いますので、まあ、そこも含めて最後優勝して卒業していただきたいなと思います続いて立教大学1年生の小川遥選手、まあ、正直めちゃくちゃ豪華なメンバーが揃いましたけれども 小川選手もそのの一人なのかなかと思います立教大学のエースとして11月に行われました1万メートル記録挑戦会では見事優勝他の大学のトップランナーに勝って優勝ということで素晴らしいレースを見せてくれましたが富士山女子駅伝の最長区間は苦戦ということで、まあ、高校時代からスピードランナーで短い距離っていうのは得意としておりましたから、まあ、ロードの長い距離というよりはトラックがメインになってくると思います。 まあ、立教大学ではエースとして最直間を走らざるをえなかった部分はあったと思うんですが、まあ、東京都代表ということで今回は新谷選手を筆頭に偉大な先輩そして長い距離を得意としている先輩がたくさんおりますので小川選手は得意のスピードを生かした区間で、まあ、あの優勝を目指して頑張っていただきたい役割を果たしていただきたいスピードを生かしていただきたいなと思います2024年最高のスタートとなる走りに期待したいと思います 個人的には小川選手の走り方っていうのはすごい好きな選手で、まあ、推してますのでぜひ小川選手頑張ってほしいなと思います続きまして中学生区間は杉並大宮中学1つかと選手を紹介します 1500m の自己ベストは4分31秒08真夏の全中は 1500m 決勝に残りまして8位入賞を果たしたトップランナーの1人中学生区間は3キロ区間なんですけれども、まあ、意外と差がつく区間でもあったりするんですよね ただ東京都に関しては高校そして大学実業団トップランナーが揃いまして中学生区間も一つかぶと選手という全国区の選手が控えているということで、まあ、未来ある一つかぶと選手が優勝メンバーとして活躍を期待したいいと思います、まあ、中学生区間今の中学生はスピードもありますしタフさもあって、まあ、押し切る力もあるかなとは思ったりもしてるんですけれども。 まあただ一方でやっぱり力関係がはっきりしているのも中学生区間の一つとも言えますからまあそういった意味ではわからないんですけれどもただ一つカブ選手は実績もあって力もあるランナーということで東京都代表の優勝にまあ大きく加速していくかなと思ってます続いて実業団の積水科学木村選手 5000m の自己ベストは15分02秒48ということで実業団でもトップランナーの一人である木村選手 資生堂から積水化学へと移籍してきまして尊敬すると話す新谷選手とともに練習を積み重ねておりますまあ,あの資生堂にいる時からトップランナーの一人ということでまあ、おそらく一区に木村選手が来るのかなと思いますけれどもまだ区間エントリーは発表されておりませんが仮に一区あたりで来ると序盤で1、2、3区あたりで、えー、東京都代表が先頭に来てそのまま逃げ切る展開 圧勝の展開も予想されますけれどもまあ、木村選手も新谷選手もいて相当強いなと個人的には思います木村選手も世界を目指す一人のランナーということで世界へつながる2024年最初のレースにしていただきたいなと思いますそして最後は順天高校3年生鈴木選手 3000m の自己ベストは9分12秒12 東京都高校総体 1500m、3000m2 冠を達成しまして、インターハイでも 3000m 決勝に残った選手ということで、高校トップクラスの選手が高校生にもいるということで、まあ、本当に強いメンバーがね、えー、揃っているのかなと思います。順天高校といえば、立教大学1年生の小川選手が昨年まで所属していたチーム、高校ということですので、偉大な先輩とともに、2024年最初のレース、きっちり戦っていただきたいなと思います。 ということで今回の動画は1月14日に行われます都道府県対抗女子駅伝優勝候補大本命となる東京都代表の戦力分析選手紹介とさせていただきましたまあ積水化学のね新谷選手1万メートルハーフマラソン日本記録保持者もおりますしそしてチームメイト強力な木村智香選手も控えてると木村選手もいて新谷選手もいるそして大学生はトップ オブトップ、学生長距離会で知らない方いないぐらいのメンバーが揃いました名城大学のキャプテン増渕選手そして日体大富士山女子駅伝では1秒差で区間賞を逃しましたが保坂春子選手も控えておりますそしてスーパールーキー立教大学の小川遥選手もいるということで、まあ、大学同じ大学ではないんですけれども大学トップクラスの3名がエントリーしてまいりました、まあ、高校生も強いんですけれども、まあ、高校生はね一般区間に カウントされますからまあ、ちょっとそこはねわからない部分はありますけれどもただ日体の保坂選手名城の増淵選手立教の小川選手がいるということでまあ、本当に強力なメンバーを東京都は選んできたということで揃ったなというふうに思いますまあ、本当に若い世代を中心に活躍が期待されてベテランランナーなまで強いということでそしてキャプテンも増淵選手ということでね新谷選手ではなくて まあ新谷選手とか後輩思いだなと、次の世代も考えて、今回トライしてくるなと思います。中学生から一般までトップランナーが揃った東京都代表、ぜひ皆さん注目してください。以上